おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日も朝焼けが綺麗だね。前もね、なんかあそこなんだろうな、病院の施設かな。今日はなんかガスってるな。あ、でも結構遠くまで山が見えるということは天気は良さそうですね。今7時前、ちょうどね朝日が上がってくるとこなんだけど、なかなかこっちからでは見えないな。反対側行くとどうだろう。ダメですね、入れないな。ということで一旦部屋に戻ります。朝まで頑張ってますが、半分もアップロード終わってないね。128バイト、8キロバイトか、128キロバイトまで制限がかかってるんでね、全然進まないわ。山はかなり綺麗に見えてるね。あっちの朝日がね、もうちょっとこう、ここが限界、太陽を昇るとこまで無理だな。でもまあこの三霊っていうのこれ良くないですか。ドリキンさんが感激した元学園もね綺麗に映ってますね。あの辺が名古屋駅。今日もねもうすぐ朝日が上がってくると綺麗な感じで光ってくるんじゃないでしょうか。それでは、モーションラプス撮っていきたいと思います。今日もこのビル輝いてるね。一体何だろうなこのビル。細胞炎にしてもちょっと分かりづらい。光ってるから特にかな。日の出が収まったら一回撮ってみようかな。天気がいいと毎回光ってますね、朝焼けの時にね。ずいぶん明るくなってきました。それではね本日の朝ごはん行ってみましょう。せーの、じゃーんとこんな感じです。まあこれはねいつものちょっと形のついたおかゆと赤だしの味噌汁。そしてねちょっとこれがなんだかわかんないんだよね。食べてみてからのお楽しみになるかな。で、鯛味噌なんだ。これはいいな。鯛味噌大好きなんだ。てかこんなんで売ってんだね鯛味噌ってね。すげえ。あったら欲しいわこれ。どこで売ってんだろう。あとは昼間の牛乳と今日は缶詰のみかんになります。はい、それではね鯛味噌をおかゆに入れていきましょう。それではね鯛味噌入りのおかゆいただきたいと思います。はい、うん、うまいねこれ、いいよ。それではね謎の物体何なんだろう。とろろ、とろろかな。うん、とろろだ。これ鯛味噌かけちゃったけど、鯛味噌ととろろと全部混ぜ混ぜして食べるんですか。はい、それではとろろ豆乳、うん、綺麗に入りましたね。はい、それでは鯛味噌入りとろろかけおかゆいただきます。うん、これはこれでありだと思います。はい、それではねおかゆも赤だしも全部いただいたのでデザートのみかんいただきます。フォークがないので箸でいただきます。うん、
缶詰みかんでも美味しく感じる。完食です。今日も美味しかった。それでは今日はあと何しようかな。ギガが全くないのでパケットね死んでる状態なので YouTube の動画視聴もままなりません。このくるくる出まくってる、何もやることないな。だいぶこの光の反射が収まったので今撮ってるんですが、結局何だかわかんないな。この距離だと金山の向こうって何があったっけな。これがテレビ塔な気がするんだけど、どうだろう。多分そうだよね。こっちなんだっけな、東山タワーかな。分からんな、謎。今日の天敵なんか異様に遅いな。お昼になりました。めっちゃいい天気だね。それでは今日のランチ行ってみましょう。はい、それではパカッとね。おすげえ、おか脱おかゆになりましたよ。普通のご飯、そしてお卵スープかな。普通のご飯だ、すげえ。お魚いただきます。あとこれなんだろう、サラダ、トマトがかかってる玉ねぎかな。それではまずはこの玉ねぎとトマトのやつだと思うんですが、いただきます。うん、イタリアン系の味、オリーブオイルかかってるね。それではあったかいおかずのこの白身魚いただきます。うん、味もしっかりついて、タラかな。そして正真正銘のご飯いただきます。うん、美味しい。本日も完食です。美味しかった。皆さん、なんと外泊じゃ外出願いかが出ましたので、今日はこれから一旦自宅に帰れる運びになりました。それでは行ってきます。はい、それでは今から外出行ってきます。ポチッとな。パン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 って。1階です。あー、久しぶりの1階。今日って祝日だからこの門から出れるのかな。どうなんだろう。こっちはどうやら開いてないのか。どうやらこの玄関使えないな。どっから出るんだろう。はい、久しぶりの外、めっちゃ寒いな。寒すぎる。うわー、母ちゃんが上着持ってきてくれてるんだけど、今半袖の T シャツ1枚だとものすごい寒いわ。あ、なんか外いい匂いがするぞ。それではお家帰りたいと思います。さあ、やっと母ちゃんの車に乗って病院から一瞬だけどね抜け出せました。やったー、もう戻らないのか。いや、戻るぜ。あ、今日の夜には戻らなきゃね。いや、でも明日の夜って言いませんでした。ってとぼけよ。どうすんの、点滴。いや、あ、そう、うん、点滴ってまだいります。いるだろう。もうなんかその気合的なものであなたって直すじゃん。若干違和感があるからね、まだ痛みは消えたけど。違和感ってなんか嫌だね。うん、それは内臓のゾワンゾワンする感じ。じゃあちゃんと守ろうかじゃあってかというわけでやっと風呂に入れるぜ。あ、よかったよかった。もうザブンザブンしなさい。もう犬かなんかみたいにぐしゃんぐしゃん。なんだそれ。バシャバシャして洗えるよ。それよりも勢い的にチーチーダブシが食べたい。ああ、ダメなんでしょまだ。ダメとは言われてない。よし、来た。うん、来たかな。来た。絶対怒られる。一旦我が家に帰ってきました。それではお家入りたいと思います。帰ってきたらなんかいっぱい届いてたね。オスモポケットのパーツも届いてますね。あとはね、この辺キャンプとか車中泊道具、またね、退院したらそれぞれレビューしていきたいと思います。
はい、夜になりました。今日はね、今年もう40年ぐらい続いてるね、中日ドラゴンズを応援するね、講演会みたいなのがあって、ちょっとね、速攻の今年でその会が最後ということで、なんとかね、外出許可もらって、まあ、このためにほとんどもらったと言っていいかぐらいの外出許可なんですけど、そこにね、ちょっと顔を出していきたいと思います。会場到着。それではなんか撮れないので、この後また撮りたいと思います。全部終わって、病院に逆戻り。行ってらっしゃい。行ってきます。お帰りって言った方がいい？お帰りじゃねえわ。ということで、母ちゃん安全運転で送ってください。あの、ね、あの病院行く途中に事故とかもう笑えるもんね。笑えないもんね。笑えねえわ。あ、笑えないやつ。そうです、そっちですよ、皆さん。それでは。あ、でもさ、ちょっと今いいことっていうか、まあ、思いついたけどな。何？だ病院行くついでにこの救急車で運んでもらうっていう。ははじゃねえよ。それはやっちゃダメなやつよ。あ、そうだね。あ、まあ、なんかピントがずれた母ちゃんの歯で。あ、ごめんなさい。すいません本当に。なんかめっちゃピント合わねえ。あ、どうしよう。私のせいかな。うん。ごめんなさい。病院に帰ってきました。退院いつできんだろう。病室に戻ってきました。それではね、今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。